角度は30度。どうもゆきりなです。今日はですね、初めての試みなんですけど、斉藤さんっていうアプリをやっていきたいと思います。斉藤さんってどういうアプリかっていうと、知らない人と通話ができるアプリみたいなんですけど、こういろんな YouTuber さんとかね、たまにやってたりするんですけど、私初めてやるんですよ。だからどんな感じなのかわからなくて不安混じりつつなんですけど、やっていきたいと思います。で、企画としては、繋がったらピースの角度はって聞いて30度って言われたら即終了っていう企画をやっていきたいと思います。それではリッツラゴー。じゃあね、じゃあ早速やっていきたいと思います。斉藤さん、おー、初めての斉藤さん。はい、名前ゆきりんで大丈夫かな。まあ、いっか、わかんない、なんか斉藤さんに言う人のノリがわかんない。はい、じゃあ早速かけてみたいと思います。ピースの角度はみたいな感じで聞いていくので、30度って言われるまで続けていきましょう。もしもし。もしもし、今何してる。今動画を撮ってます。はい、うー、怖い。ピースの角度は何？ピースの角度は、ピースの角度は90度。ピースの角度は90度。さよなら。知らなかったみたいですね。難しい、これなんて言ったらいいんだろう。コミュ障すぎて人と話せない。なんて言ったらいいの。もう一回行こう。ピースの角度は、ピースの角度は、うん、怖っ。もう一回いきます。頑張ろう。ピースの角度は、ピースの角度は、ピースの角度、ごめん、ピースの角度、5度ぐらい。結構狭くない？このぐらいですかね。さよなら。ちょっと待って、見せる。さよなら。何を見せたかったんでしょうか。もう一回いきます。ピースの角度は、もう一回、ピースの角度は、ピースの角度は、ピース、ピース、30度。え、なんで30度だと思ったの。勘なのか。30度って言ってくれた人はいたんですけど、勘だったんで脳勘ということで、私のことを知ってて確信を持ってね、答えてくれる人が出るまでやっていきたいと思います。こっち。ピースの角度は30度。なんで、なんでって、なんでピースの角度は30度にしたの。知らないんだけど、なんか誰かの挨拶やろ。そう、そうだよ。はい、ゆきりんって言ったんだけど。すごい、見たことある。あ、本当に。花尾って言うの。あ、花尾さん、30度かみたいな。それ見てたの。そうそう。どうも、はじめまして。ピースの角度は30度。どうも、イキリヌです。いなくなっちゃったんだけど、なんで。